はい、皆さん、こんにちは。今回ね、使った主な道具の紹介をしてみたいと思います。これが電気のこぎりっていうか、電気のチェーンソーですね。でかい木を切るのに、適してます。そしてグローブ。で、もう一つ、これは何て言うんですかね、この縦にっていうか、行ったり来たり 行ったり来たりする、のこぎり、電気のこぎりですね。で、高いところに登ってやるのに軽くて便利です。で、これね、靴の紐なんですけども、やっぱね、高い木に登って切るときにどうしても疲れるので休憩が必要になります。その時にね、小枝とかに引っ掛けてキープするのがかなりいいです。あとグローブですね。あとね、この靴、アメリカの兵隊さんの靴じゃないかなとかって思うんですけど、かなりね、作業をするのにかなり動きやすくて便利です。で、あとは、そうですね、この脚立なんですけど、アルミ製で縦に2つに長くなるやつなんで、軽くてね、丈夫です。で、あとこれ、木を倒すのに引っ張ったロープですね。これもね、安かったと思いますね。9ドル、10ドルぐらいのものですね。ホームディポーで。日本だったらメイクマンとかで売ってるかもしれないですね。ホームセンターとか。あと、これはね、マスク用に使った手ぬぐいですね。あと、この帽子なんですけど、これ、後ろにね、耳がついてるっていうか、ゾウさんみたいなんですけど、それをね、すると首とかがね、焼けなくてかなり便利です。あとね、ホームリポに行ってね、命綱をこう買いに行ったらなかったんですね。で、それ自分でね、作ったんですけど、で、木と木にね、これで引っ掛けて、安全ベルトっていう形ですね。これもね、簡単にこう2つに折って、こういう感じでね、輪っかを作って外れないように。割とね、安心でした。やっぱり命、安全ね、命綱があると 安全ですね。これはね、友達に言われて、安全ベルトしてる？とかって、セーフティーベルトしてる？命綱してる？とかって言われて、あ、そうだとかって思って 急遽買いに行ったんですけど、なかったんで自分で、作りました。これもかなりね、いい、あれですね、カシャってやってね、結構いい、あれですね、こう、高さがどれぐらいかな、これね、こう、かなりいい感じでしたよ、これ。2つに折って、結んで、で、縛ってっていう形なんですけども、安全がね、やっぱり、大切です。怪我なんかしたらね、やっぱり困ります。これぐらいの木を切るとなると、2、3000ドル、高い人で4000ドルとか5000ドルとか、友達に聞いたらね、でかい松を切ってもらった、家の木を切ってもらったら、1万ドル取られたとかって、ちょっと法外な値段でびっくりしたんですけど、そういう形でね、結構時間をかければできますね。自分も仕事に行く前の2時間ぐらいで、それで今日で3日目ぐらいですかね。時間をゆっくりかけてね、楽しみながらエクササイズと思えば いい趣味だと思えばね、いいんじゃないかなとかって思いました。ということで、さすがです。失礼します。